このミニドラマは電話占いに所属する私の日常を描いたものです。私が普段どんな生活を送っているのか、その知られざる裏側をご紹介します。私によく電話をかけてくるお客様の中に山根さんという男性がいらっしゃいます。お客様をレッテル貼りするつもりはないのですが、なかなか癖が強い方でして。もしもし、あ、山根さん、こんにちは。こんにちは先生。いや、今日先生の声はいいですね。癒される。ありがとうございます。今日はどうされましたか？今日は先生の下着の色が聞きたいんですよ。それはちょっとお答えできない質問です。いいじゃないですか、減るもんじゃないし。お悩みとか困ってることはないですか？先生の声を聞いたらすっきりしました。また電話します。こんな具合でいつも下ネタを気が済むまで話して電話を切っちゃうんです。でも山根さんがこのような電話をかけてくるのには理由があるのを知っています。もしもし。こんにちは先生。山根さん、こんにちは。先生が最近エッチしたのはいつですか？山根さん、こういう話をするの今日で最後かもしれません。え、先生やめちゃうの？いいえ、山根さんにもうすぐ彼女ができそうだから。同じ会社に気になってる方いますよね。お相手の方も山根さんのこといいなって思ってますよ。何言ってんの？近くお二人が急接近する出来事がありますから、その流れに乗ってみてください。そんなわけない、もういいよ。それ以降山根さんからの電話はパッタリ途絶えてしまいました。山根さんから再び電話がかかってきたのは数ヶ月ほど経った頃です。山根さん、お久しぶりです。先生、ご無沙汰しました。あれからどうなったかなって気にしてました。実は先生が言う通りで、先生ずっとセクハラ電話かけてすいませんでした。山根さんがストレス抱えてるんだろうなって感じていましたから。お恥ずかしい限りです。実は今度彼女と結婚することになりました。今日はお礼が言いたくて本当にありがとうございました。本当ですか？嬉しいです。おめでとうございます。どんなお客様でも幸せのお手伝いができた時は占い師をしていてよかったなと思いますね。